フェーン現象、フェーン現象、フェーン現象とは、気流が山の斜面に当たった後に、風が山を越え、暖かくて乾いた、下降気流となってその付近の気温が上がる現象を言う。フェーン現象という名前は、フェーンというアルプス山中で吹く極地風が由来であり、この極地風は、アルプスを越えて吹く、乾いた、暖かい風のことである。現在は、 一般用語として使われており、本来のフェーンの他に、北米のロッキー山脈を越えてフ、フーチヌークなど、世界各地の同様の風も、フェーンと呼ばれる。なお、漢字による当て字は、岡田竹松が考案した風縁である。空気中に含まれる水蒸気が凝縮する際には熱を放出させる。これを、凝縮熱という、山の斜面を、 風が上昇すると空気は冷やされるが、湿った空気の場合は、凝縮熱の作用により、温度が下がりにくい。一方、山で乾燥した空気は、下降に従って温度が上がるが、山を登る時よりも温度の変動幅が大きい。このため元の気温よりも高くなる。フェーン現象が起こると陶器であっても気温が、摂氏25度を超えることがある。フェーン現象には二つの種類がある。 すなわち、熱力学的な断熱変化によって起こる、フェーン現象と、力学的に起こる、フェーン現象である。前者を湿った、フェーン、後者を乾いた、フェーンという。乾いた、フェーンは、風が山を越えなくても起こる、フェーン現象として知られている。この両者の現象の発生を唱え、フェーン現象の本格的な研究を行ったのは、近代気象学の父とも称される。 オーストリアの気象、気候学者、ジュリウス・ファーディナンド・フォン・ハン、ジェイ・カイ・ハーンと表記する例もある、1839年から1921年である。ハンは、フェーン現象の研究のほか、上昇気流による断熱変化、高気圧論など、気象熱力学を、主とした気象力学の研究で業績を植えた人物である。ここにある山があるとし、 その山の高さを1000メートルとする。そのふもとを地点 A、さらにその山を越えたふもとを地点 B とする。地点 A の気温を摂氏15度とし、ここで地点 A から B の方向に向けて風が吹いているする。もちろんその風は山肌にぶつかり行き場を失って上昇気流として山を登り始める。気温は高度とともに低下するので、この風が空気を飽和させるのに、 十分な水蒸気を含んでいる場合、上昇中のどこかで空気が飽和して、雲が発生し、最終的には山に雨を降らせる。湿った空気の温度減率、これを湿潤断熱減率というは、空気中に含まれる水蒸気が凝縮する際に熱を放出させる凝縮から、平均の温度減率、摂取0.6度、100メートルよりも小さい。すなわち、湿潤断熱減率は、 約摂取0.5度100メートルである。その割合で温度が低下していくならば、山の頂上1000メートル付近では温度が摂取10度となるはずである。また、吹き下ろす時には水蒸気の凝結がないので温度減率、これを乾燥断熱減率というは、湿潤温度減率よりも大きい約摂取1度100メートルである。そうすると、B 地点での温度は 接氏20度となる。よって、B 地点では、A 地点よりも気温が高く、乾燥した風が吹くということになる。この平円現象は、湿った空気を前に伴ったものという意味で湿った、平円現象と呼ぶ。水蒸気と分離した結果、温位が上昇した空気が、力学的に加工する現象と言える。その性質により、産地の前後で相当温位はほぼ保存する。 ンはまず非断熱加熱説を研究したとされるが、その後ンは、風上側で水蒸気の凝結を伴う断熱変化が起こらなくても、フェーン現象は十分起こり得るということを考え出した。あまり厳密な説明ではないが、これは次のような事柄である。今、湿ったフェーンが起こった時と全く同じ状態の例を考える。 A 地点の気温は摂氏15度だが、この空気は上昇せずに、そこに留まっているとする。また、空気の平均的な気温減率は、約摂氏0.6度、100メートルなので、これに従うとその時の山頂の温度は、摂氏9度ということにな。この山頂の空気が乾燥しているとすると、 B 地点に加工気流として降りてきた時の温度は乾燥断熱減率より摂氏19度ということになる。よって A 地点の空気よりも B 地点の方が高いのでフェーン現象が起きたことになる。これは元から乾いた空気が力学的にフェーンを起こしたという意味で乾いたフェーンと呼ばれる。空気が山を登り、その後空気が重くなって吹き下ろすことは明らかだが流体力学では 空気が単に地面と平行に移動していて、山の頂上付近に差し掛かると、風の速さによってはその空気が、下降気流となって下降してしまうことが知られている。これが乾いたフェーンを起こす原因ともなる。もともとの区位が相対的に高かった上空の空気が、力学的に下降する現象とも言える。フェーン現象は時には、非常に乾燥した強い突風ともなることがあるので、 一旦火災が起こると消火しにくく、広がりやすい。広範囲にわたる深刻な被害を招くこともある。よってフェーン現象の時には、火の扱いに厳重な注意を払うのが肝要である。1952年4月17日、鳥取市で発生した鳥取大火は、フェーン現象による大火の代表例である。フェーン現象は、産地が多い日本でも、 頻繁に起きる現象である。日本では日本海に台風や前線を伴う温帯低気圧があり、強い灰が吹くとき日本海側では暖かく乾いた風が吹く。実際、春にこの現象によって日本海側では一気に雪解けが進むことが多い。これだけではなく、例えば冬に季節風によって日本海側で雪や雨を降らせた後、山を越えて 太平洋側に乾いた空気として吹くのもフェーン現象と考えて良い。しかし空気の元が寒気なのでいくら山を越えても太平洋側の温度はそれほど暖かくなることは通常ない。これは俗に言う空っ風である。アメリカのロッキー山脈を吹き下ろすチヌークと呼ばれる地方風もまたフェーン現象を伴う。サウスダコタ州で百四十三年一月十二日に わずか2分間で摂氏27度も気温が急上昇する現象が発生している。また同じサウスダコタ州では1911年1月10日にわずか15分間で摂氏26度も気温が低下した記録がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。